それでは選手入場です。まずは6号艇馬場佳也選手、5号艇山口剛選手、4号艇寺田翔選手、3号艇原田幸也選手、2号艇太田和美選手、1号艇武須島誠選手。以上6選手により本日第12レースドリーム戦が戦われます。今一度大きな拍手お願いいたします。それでは1号艇の武須島選手からお話伺っていきたいと思います。どうぞセンターの方にお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、武須島選手、ここ徳山水面は2020年9月のダイヤモンドカップ以来の登場となりました。水面相性いかがですか？そうですね、ちょっと乗りづらいかなって思いますね。乗りづらい、うん、はい、今日3レース発売中には試運転している姿もお見かけしたんですけれども、はい、どのあたりを求めてという。そうですね、もう昨日頑張ったんですけど着が、かなり悪かったので、はい、もう一度一からやり直そうと思って調整してました。はい、はい、その試運転の感じ、今日の感じはいかがでしたでしょう？そうですね、足自体は上向いてるんですけれども、潮がかなり高いので、はい、乗りづらいなっていう印象です。それは潮が引いてくればという感じもあるんですかね？引いてきて乗りたいなと思います。引いてきて乗りたい、ね、はい、はい、じゃあもう求める部分はこう乗りやすさな感じですか？そうです、まあ、あとは船の向きとか、はい、そういうところをもう少し丁寧に探っていこうかなと思います。はい、その調整のこう検討というのはこう大体ついている？まあ、どういう反応するかで、まあ、いろいろやってみようかなと思いますけれども、はい、はい。そしてドリーム戦1号艇です。コースは、まあ、インコースから行かせてもらえればいきたいと思います。はい、スタートについては昨日見え方いかがでしたか？そうですね、前半はもうしっかり勘通り行けたんですけれども、後半が勘とずれていたので、はい、もう一度丁寧にやり直さなきゃなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、1号店で選んでいただきましたので、しっかりと仕事したいと思います。はい、ありがとうございました。武須島誠選手でした。続きまして2号艇太田和美選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、このクラウン争奪戦65年5周年覇者ということで、徳山水面なんかイメージありますか？そうですね、徳山はなんか相性がいいので、はいはい、好きです。はい、そして昨日2走してみての19号機の手応えいかがだったでしょうか？そうですね、自分なりにはいいかなと思ったんですけど、ちょっと着が思ったほど取れなかったので少し残念ですね。はい、はい、今は調整をどのあたりを求めてやっている感じでしょう？まあ、昨日の時点でまずまず自分の中では納得しているので、今日は何もしてないです。あ、そうなんですね。じゃあこの後そのまま12レースを迎えられる？まあ、特訓と試運転はしますけど、今のところは何もしてないです。はいはい、何か特徴などありますか？いや、特徴ないですけど、全体に悪いところはないのかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。2枠での登場です。コースはいかがでしょう？ピット離れが、自分が下がらなければ2コースから行きたいなと思ってます。はい、はい、スタートについては勘通りいけてますか？そうですね、ちょっと難しいので、まあ、昨日はだいたい勘通りでしたけど、はい、今日はどうか分からないです。はい、はい、ありがとうございます。それではお集まりの皆様にメッセージ一言お願いします。精一杯頑張りますので応援お願いします。はい、ありがとうございます。太田和美選手でした。続きまして3号艇原田幸也選手です。よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、前回覇者でもありますけれども、徳山水面ご自身の中での印象いかがですか？そうですね、山口県の2条はすごく、好成績残せているので、イメージはすごくいいです。はい、じゃあそのいいイメージを持って今回も乗り込んできたという感じですかね。はい、16号機 45% という数字で、ご自身の体感比較いかがでしょう？前言はあんまり良くなかったんですけど、
なんとかうまく合わせれて、昨日は2走ともいい状態ではレースに臨めたとは思うんですけど、まあ自分のレースミスもありますし、まだ好みにはちょっと近づいてないので、もうちょっと合わせていきたいなとは思ってます。どういった部分を求めていっている感じですか？まあ、もうちょっとターン周りの警戒さとか、思ったところに船を持っていけれるようにしたいなとは思ってます。はい、ありがとうございます。3号艇での登場です。コースいかがでしょうか？まあ、コースは出てみないとわからないので何とも言えないです。はい、はい、スタートについては見方いかがでしょう？スタートは、前傾は不安でしたけど、昨日2走してだいたいつかめてきてはいます。はい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様に一言お願いいたします。そうですね、大好きな水面で、ファンの皆さんの声援も、後押ししていただけると思うので、精一杯いい結果を残したいと思います。応援お願いします。はい、ありがとうございました。3号艇原田幸也選手でした。続きまして4号艇寺田翔選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、昨日2走を終えての船足、どのような印象でしたでしょうか？そうですね、まあ、大敗してしまったの、してしまったので、まあ、気持ちを切り替えて、今日からまたしっかりと走りたいと思います。はい、今日の3レース発売中、足合わせする姿もあったんですけれども、はい、いかがだったですか、今日乗ってみての感じ？プロペラと部品交換と含めて、まあ、いろいろやりながら乗ってるんですけど、まだちょっと、いいところに来てないので、まあ、今からまた帰って、はい、まあ、いろいろ試したいと思います。はい、まあ、ボートの交換もありましたけれども、はい、そのあたり何かこう変わったなという感じはありました？まあまあ、まあ、ボート交換もなんですけど、まあ、本体とプロペラと両方やってるので、はい、まあ、何がどう変わったかっていうのはね、ずっと変わり続けてるので、はいはい、じゃあ今日この後 も一刻も早くピットに戻りたい感じですかね。はいはい、4号艇での登場です。コースいかがでしょう？そうですね、ピット離れ、一緒に行ければ4コースから行きたいと思います。はい、スタートについてはご自身の勘と比べていかがでしょうか？その辺もプロペラと、部品交換とかすれば、ね、また変わってくると思うので、本番で、ね、しっかり行ければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。それでは地元ファンの皆様にメッセージお願いします。はい、気持ちを切り替えて、今日から最後まで精一杯走ります。応援お願いします。はい、ありがとうございました。4号艇寺田翔選手でした。続きまして5号艇山口剛選手です。よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、このメンバーの中では勝率低いモーターになっているんですけれども、2走して13号機どのような動きでしたでしょうか？前節の井上くんが直してくれてるみたいなので、勝率はまあ 27% なんですけど、まあ、それ以上に動いてくれてる印象はあります。はい、じゃあいいなと思う部分など何かありますでしょうか？いや、まだいいなっていうところまではないんですけど、キレキを考えれば、まあ、出足も伸びも丸がつくぐらいの水準の足はしているので、まあ、ここからどれだけ上積みできるかだと思っています。はい、どのようなところを上積み求めてますでしょうか？まあ、朝ちょっと上積み狙ってギアケース交換してみたんですけど、それはちょっと合わなかったので、まあ、全体的に上積みできるよう次はプロペラをちょっと調整していきたいなと思ってます。はい、進入含めたレースイメージいかがでしょうか？まあ、おそらく枠近辺の5コースを想定しています。はい、スタートについては今節いかがですか？昨日タイミングは取れたんですけど、スタートの質はまだそこまで最高の質ではいけてないので、これからまあタイミングを取りながら質を上げていけたらいいと思ってます。はい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、5号艇ですけど、しっかり船券絡めるよう真剣勝負しますので、応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。山口剛選手でした。最後に6号艇馬場芳也選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、昨日6着1着という成績でしたが、2走を終えて馬場選手の評価的にいかがですか？そうですね、エンジン的には厳しいんですけど、後半は展開が向いてなんとか、はい、1着取れました。はい、はい、船足について現状どのような動きしてますか？なんか全体的に心もとない感じなので、まあその辺の上積みを狙って昨日レース後に本体整備したんですけど、まあ、少しパワーアップした感じあるんですけど、まだちょっと、いいとは言えないです。はい、じゃあまだまだちょっと求める部分というのはある感じですかね？そうですね、はい、はい、6号艇での登場です。コースいかがでしょう？もうよほどのことがない限りは6コースだと思います。はい、
昨日はあの角からの2本15と10でしたけれども、はい、これ勘通りに。そうですね、ある程度は勘通りは行けたんですけど、特に難しいので、はい、またあのスタート練習からしっかり勘を掴んでいきたいです。はい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、徳山のロックコース、なかなか難しいですけれども、連に絡めるの頑張ります。はい、ありがとうございました。馬場芳也選手でした。それでは改めまして6選手ご紹介してまいりましょう。1号艇ブス島誠選手、2号艇太田和美選手、3号艇原田幸也選手、4号艇寺田翔選手、5号艇山口剛選手、6号艇馬場芳也選手、以上の6選手によって戦われます。皆様盛大な拍手でお送りください。選手退場です。